おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の記事を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。特選記事、テスラを推すインド、 EV メーカーが現地生産すれば輸入税減税を検討。連邦自動車規制当局によるテスラオートパイロットの安全性調査が完了に近づく。これらの記事を紹介したいと思います。そして先週行ったアンケートの結果を今日は見ていきます。今回紹介する記事の URL は概要欄に記載しています。僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。まず現在のテスラの株価などからチェックをしていきたいと思います。ではダウですけれども、ダウは今日247ドル上昇しておりまして 34,346 ドル。そしてナスダックも今日は上げてますね。今日は120ポイント以上上げておりまして 13,590 ポイント。S&P500 も上げていますね。 4,405 ポイントということで、今日はアメリカ3指数すべて上昇で終えています。そしてテスラがどうなっているかというと、テスラは今日は上昇してますね。 238.59 ドルとなっています。最後に NVIDIA ですけれども、 NVIDIA は今日はね、下げてますね。 260.18 ドルまで下げてきています。はい、ではまず最初に独占記事、テスラを推すインド、 EV メーカーが現地生産すれば輸入税減税を検討。こちらの記事を紹介します。インドは現地生産に積極的な自動車メーカーに対して輸入税を大幅に引き下げる新しい電気自動車 EV 政策を検討しています。この提案はテスラがインド市場に関心を示したことを受けて行われています。もし承認されれば、輸入税は現行の最大 100% から 15% まで下がる可能性が出てきます。この動きは成長が著しいインドの自動車市場に世界の自動車メーカーを誘致することを目的としています。しかしこの提案はタタモーターズやマヒンドラ&マヒンドラのような国内メーカーにとっては懸念を招く材料となります。その結果として株価はこのニュースを受けて下落しているということです。そしてこの政策はまだ審議中ということになっています。はい、という記事でしたけれども、これを受けてインドの株価が下落しているということですけれども、まあこれはいいことじゃないかなと個人的には思いました。国内での販売でぬるま湯に浸かるよりも、他からの参入で刺激があった方がいい競争になると思います。なのでこれって結構いいことじゃないかなと思います。そしてテスラにとってはいいチャンスになるんじゃないかなと思います。現在審議中とのことなのですけれども、これは楽しみですね。まあ、それにしても輸入税 100%、 これやばいなと思いました。はい、さあどうなるのか、またこれは楽しみですね。続きまして、連邦自動車規制当局によるテスラオートパイロットの安全性調査が完了に近づく。こちらの記事を紹介します。米運輸省道路交通安全局 NHTSA によるテスラのオートパイロットやフルセルフドライブといったテスラの運転支援システムに関する数年にわたる調査の終了を間近に控えています。これは一連の衝突事故に開始されたこの調査は、世間一般の認識とは裏腹に完全な自律走行ではないこれらの機能の安全性を評価することを目的としています。 NHTSA の最新データによると、2019年8月以降にテスラのレベル2システムが関与した死亡事故が26件あるということです。同機関の調査はまだ進行中ですけれども、テスラはこの件についてはコメントしていないということです。はい、という記事ですけれども、オートパイロットの安全性調査の完了に近づいているということなので、果たしてどのような結果になるのか非常に大切だと思います。また進展があれば紹介したいと思います。はい、ということで今日はインド輸入税減税を検討、そしてオートパイロットの安全性調査、これらの記事を紹介させていただきました。今日はこの2つの記事が各社それぞれ取り上げられていました。インドのニュースはテスラにとって好材料だと思います。オートパイロットの調査は結果次第じゃないかなと思います。それぞれまだ進行中ということなので、また進展があれば紹介したいと思います。はい、では最後に先週の日曜日に行ったアンケートの結果の回答をね、見ていきたいと思います。先週末は 215.49 ドルで終えていますけれども、今現在が 238.59 ドルということで、株価予想は上がるが正解でした。ではどうなっているのか見ていきたいと思います。はい、ではこちらが先週行ったアンケートの予想ですけれども、 69% の方が下がると予想されていて、 12.1% の方があまり変わらない、そして 19% の方が上がると予想されていましたけれども、この上がると予想されていた方が正解となります。そして次にこちらですね、ズバリあなたの予想はというところで、一番多かったのがこちらですね、200ドル台っていうのが一番多かったです。そしてその次に多かったのが210ドル、220ドルが多かったんですけれども、
この 10.3% というのが190ドル台ですね。しかし正解としてはこちらですね、230ドルが正解で4人の方が当たっています。 6.9% となっています。はいはい、というアンケートの結果でしたけれども、やはりやっぱりアンケート難しいですね。もうここ何週間か一番予想として多かったところが全て外れているという結果になってきていますけれども、やはりなかなか株価予想というのは難しいなと思いますが、結構面白いデータが取れてるんじゃないでしょうか。明日また株価予想アンケートしますので、ぜひ参加の方よろしくお願いいたします。はい、では最後に今日のコメント、こちらを紹介したいと思います。今日はウィンドジャッカーさんのコメントです。VPP について興味があり、ANN ニュースで宮古島の様子を見ていたら、動く蓄電池として利用している EV の中にテスラが入っていました。確かテスラは公式にはサポートしていないはずですが、車デモアダプターを使えば V2H は可能なのか、動画の9分10秒あたりということで動画の紹介があっています。ありがとうございます。ウィンドジャッカーさん、コメントありがとうございます。そして情報ありがとうございます。 YouTube もまた見てみたいと思います。こちらの YouTube のリンクに関しては今日の動画の概要欄にも掲載していますので、興味がある方はぜひ合わせてご覧になってください。そして宮古島ではもう VPP は開始されているんですよね。こちらに関しては以前このコメントをもらっています。こちらは VPP の動画でもらったSuica2K4さんのコメントなんですけれども、動画内でも少し触れられていましたが、テスラは宮古島で国内最大級、23年末までに600台の VPP を運用しており、24年以降に沖縄本島、その後は本州への展開も予定しているそうです。テキサスやカリフォルニアではすでにパワーオールさえ持っていれば誰でも VPP に参加できるそうですが、国内でも今後の展開が楽しみですというコメントなんですけれども、 VPP ですが今後世界でどう展開されていくのか、日本ではどうなのか、これは非常に楽しみですよね。はい、昨日もですねコメントいただいております。ありがとうございます。またぜひ今日の内容に関してもコメントの方よろしくお願いいたします。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援しテスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また今回の動画も参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。今回の内容に関してコメントをもらえると嬉しいです。コメントは必ず返信します。ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。そして今回の記事の内容はブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。まず僕自身のアパレルショップをオープンしました。このショップの服は環境に優しい素材を使って作られています。ぜひ今後服を買われる際にはこのアパレルショップブレイクの服を試してみてください。ショップのリンクは概要欄に掲載しています。続きまして LINE のオープンチャットを使ってテスラの将来や AI、Web3 など未来の最新技術に関する情報交換するグループを作りました。参加費は無料です。今後のテスラや最新情報とかですね、他の株価の情報とかそういったこともいろいろ入ってきていますので、株価情報などが欲しい方はぜひ参加されてみてください。 LINE のオープンチャットは匿名性が高いです。自分の名前を変えることもできますし、アイコンも変えることができますので匿名性は高いと思っています。ぜひね、あの気軽に参加の方してもらえればと思います。参加方法は画面に表示している通りです。まず概要欄に記載していますが、僕の公式 LINE に登録してもらい、僕に何かしらチャットを送ってください。そうすることで僕の方が返信できるようになります。その返信でオープンチャットのリンクを送らせてもらっています。 X のスペースですけれども、また来週行いたいと思いますが、まだ日程の方は決めていません。昨日の夕方 X のスペースをしたんですけれども、いつもとは違う時間にさせてもらいましたけれども、やはり他の時間帯でやることによって参加される方も違うので、今後は本当いろいろな時間でやってみたいなと思っています。はい、ということで僕自身福岡に住んでいるんですけれども、福岡の中洲に新しくスーパーチャージャーができました。中洲川端っていうところにできたんですけれども、昨日ですね実際その中洲川端のスーパーチャージャーの方に足を運んできました。どこにあるのかっていう動画をちょっと作ったので、その動画に関しては編集してまた上げたいと思いますけれども、福岡は今北九州の方でも作られているということですけれども、まだまだスーパーチャージャー少ないので、これを皮切りに福岡九州でスーパーチャージャーがどんどん増えてもらえればと思います。では週末ですね、もうそろそろ夏の終わりが見えてきていますけれども、皆さん素敵な週末をお過ごしください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。お知らせです。僕自身の YouTube でのメンバーシッププログラムを始めました。コンテンツ内容としては、投資に対する考え方やビジネスについて僕自身の経験や、今僕自身が学んでいることをですね、お届けしています。そして僕自身がどのように投資しているのか、こちらについてもお伝えしています。実践模様をお届け中ということですけれども、僕自身が実際に現金で50万円入れて、それを株式投資で運用している様子をお届けしています。どのように投資しているのか、そして結果がどうなっているのか、
これをですね、一つね、口座を用意して、そちらに50万円入れて、それをお見せしています。少しでも投資の参考になればとも思っています。メンバーシッププログラムの対象者ですけれども、自己成長に興味がある方、投資やビジネスを勉強したい方、年齢や経験を問わず、これからの自分を高めたいと思っている方です。僕からのメッセージとして、一緒に成長し、学び、そして自己を高めるということに真剣に取り組みたいと思っています。このプログラムを通じて、一緒に新たな可能性を模索し、各自の成長を実現したいと考えています。あなたの参加を心待ちにしております。一緒に成長して、一層彩りのある人生をね、送っていきましょう。参加方法は概要欄にメンバーシッププログラムのリンクを置いていますので、そちらの方から参加してみてください。では、あなたと一緒にメンバーシッププログラムでお会いするのを楽しみにしています。ではまた。